こんにちは、藤田です。今回はランディングページに必要なクロージングコピーのリサーチについてお話していきたいと思います。この動画はランディングページの書き方シリーズの9回目になります。これまでの回は動画の説明欄に貼り付けてあります。もちろんこの動画だけを見てもらっても意味がわかるようになっております。この動画は、この本10倍売れるウェブコピーライティングの内容をもとに作っています。この動画を見て、概要を理解されたらですね、この本を購入してですね、読んでいただくとより理解が深まってよろしいかと思います。今回からクロージングコピーのお話になりまして、その1回目になります。1回目の動画の最後に出てきたセールスレターに必要な10の材料の6番目の簡便性の材料をこれから作っていきます。はい、今回の動画でお伝えする内容です。クロージングコピーの役割、オファーに必要な4つの要素、合言葉は早く簡単に、簡便性を作る方法という順番でお伝えしていきたいと思います。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてありますので、このタイミングでチャンネル登録をしておいてもらえますと、後で見つけやすいと思います。はい、最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいとお伝えしますので、見てください。藤田博史と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってきております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しております。よろしくお願いします。はい、クロージングコピーの役割ということで、改めてですね、クロージングコピーの役割なんですけど、ボディコピーを読んでですね、読んだ上で欲しいと思った方に決断をですね促す役割をします。でちなみにクロージングっていうのはですね、日本語ではですね、制約って訳していいと思いますね。でこのクロージングコピーがですね必要な、この工程がですね必要な理由っていうのはですね、世の中の人のですね多くがですね、いわゆる先延ばし症候群なんですよね。まあ、何事も先延ばししてしまうと。ですから先延ばしをする気がなくなるぐらいですねのことをですね、クロージングで伝えるっていうことですね。あなたの商品サービスをより魅力的に見せるオファーを用意して先延ばしを防止するっていうことです。はい、オファーに必要な4つの要素ということで、魅力的なオファーにするために必要な4つの要素があるのでご紹介します。1番簡便性、早い簡単ですね。2番希少性、個数期限などがあるということですね。3番特典、プレミアム性があるということですね。4番保証ということで、この4つの要素がですねオファーに必要な要素だって言われてます。そして今回はですね、この1番目の簡便性についてお話していきます。はい、合言葉は早く簡単にということで、人は常にですね、何かをですね素早く簡単に達成する方法をですね求めているらしいです。それゆえですね、簡便性の高いオファーにはですね贖えないっていうことなんですよね。素早く簡単にっていうのを見せつけられてしまうとですね、もう抵抗できなくなってしまうっていうことなんですよね。人はですね一般的にですね、利益を目の前にすると利益が手に入らないリスクを回避しようとして、損失をですね目の前にするとですね、その損失そのものをですね一度に回避しようとするそうです。そこでオファーに追加する簡便性としてはですね、今ある痛みや悩みをですね回避できるというですね確実な利益っていうのを主張するとうまくいくわけです。はい、簡便性を作る方法ということで、簡便性を付け加えるにはですね、具体的にはですね、すぐに実感できる満足っていうのをですねオファーに組み込むってことですね。ですぐに実感できる満足っていうのはですね、これ表現するのはなかなか難しいんですけど、そこでですねテクニックが紹介されています。3つ方法が紹介されてますのでご紹介します。1番目、効果が現れるまでの時間を明記する。2番目、ステップバイステップで簡単に実践できることを伝える。3番目、簡単に素早くという意味の文言を追加するという3つの、テクニックがあります。それではですね、具体的にですね、私の考えているサービス、動画編集ソフトの使い方のオンラインによるマンツーマンレクチャーというサービスで、この簡便性をですね今ご紹介した3つの方法で、
表現してみたいと思います。書籍やネットで調べながら学ぶより少なく見積もっても3倍早く習得できる。自分がやりたいことを実現する方法をリアルタイムで教えてもらってその場で即実践するだけ。自分のやりたい編集操作を素早く見せてもらえるので簡単に自分でできるようになるという感じで作ってみました。ちょっと最後はですね、素早く簡単にちょっと無理やり入れた感はあるんですけど、まあそんなに悪くもないと思います。参考にしていただけるとですね、嬉しいです。はい、今回は以上です。次回はですね、2番の希少性のお話をする予定です。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたらですね、いいねをしていただけるとやる気が出ますのでよろしくお願いします。このチャンネルは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめやあなたのモスノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからご覧いただければと思います。はい、今日もですね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。